量がねいいの。いつもお母さんと私とアキが喧嘩してる時でもお母さんが見てる時だけこの子はいい子になってるみたいな。だけどね仕事の時はやることはちゃんとやってるし。姉ちゃんはねすぐ怒ってねそれもプンプンしててね、うん、怒るとすごい怖い。だけどね誰もいなくなったりして二人になるとねすごく優しくてねいざとなると頼りになる人。この前一日中原宿で遊びまくった。うん、すごい楽しかった。なんかね、いろんなもんが撮れてるね。いろんなもんが撮れてるね。カラオケも行ったの。あ、家族で。お父さんとか歌うのね、お嫁サンバとかの。すごいな。それとかね、なんだっけ。ゴーですって感じ。あれあれ。スーパッパ。あ、すみません。はいはいはい、なんだっけ、タバコ吸ってやつ。スモーキングブギー。めちゃめちゃ古い歌。で、私たちだけで新曲ね、制覇しててね。うん、私は沖縄に行ってまいりましたし、で、秋は雪のあるところ富士山って言えよ。富士山、私お土産買ってきてあげた。お土産買ったんじゃないんでしょあれ、うん、沖縄の水っていうかさ海の水と砂あげたんでしょ。そう、あれでもめちゃめちゃ苦労したんだよね遠くまで泳いでってこうやって入れてきてガーッと潜ってまた入れてってすごい苦労したんだからね。どうもありがとうございました。はい、カルタカルタ、はい、8月の上旬？下旬？中旬に8月の中旬に写真集が出ます。2人の9月12日よりなんだカレンダーと写真集買ってください。天才テレビくん、うん、学校の階段3、ね、見てね。ねってもうその頃終わってるね、うん、終わってるね。ビデオで見てね見てねこれからも頑張ります。いろんなことやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。バイバーイ。